そうだよ。ツインテール、うん、違うよ。これはハーフアップだよ。全然違うよ。ムキムキさん、ありがとう。ふう。チッチーさん、結婚して、できません。そう、行ってきて。で、その後にノーミョンとちょっとご飯食べました。チゴも好きよ。どういうこと？あ、タワレコのやつでしょ？寝る、いい夢見ろよ、お願いします。いい夢見るよ。わかんない、何が正解。かまわ、出会ったからからずっと可愛い心。なんかめっちゃ斜めっちゃうんだけど。吉和さん、アーキティさん、ぷくまくさん、ありがとう。まっさ、にゃんこさん、結婚して、ちょっとできません。あ、いった。ちょっと勢い余って結構骨と骨の衝突が発生した。ありがとう。今日もだよね。ありがとう、ありがとう、びっくりした。あんたん選手、広告員さん、ひらさん、ありがとう。そう、なんか山梨のラジオのやつで愛の重さ流れるらしくて、あと千穂さんと、マイキューさんがなんかお祝いコメントみたいなのねが放映されるらしい。気になるよね。そう、みょんみょんとねご飯食べてきた。あんたんさん、ありがとう。ふうくん、結婚して、うん、できません。そう、なんか僕対公演で出てたよね。7月、なんか7月2回あるみたいで、ちょっとまあ出ると思うんですけど、人数的な部分で。そう、だからリエチは20の方かなの舞台で多分最後なのかなって感じだから、一緒に出たいね。ハンタンさん、ありがとう。ジューンブライド終わっちゃうよ。なんだって。シュウキッチさん、あ、言ったらさ、ヒラさん、ありがとう。そうだよ、タワレコは行くたびに書いてるから私は。そうっぽいね。ギーダさん、ありがとう。ハーフアップです。はずきさん、なおさん、くまさん、イケビシさん、ありがとう。7月行けないかも。なんだって。くまさん、ありがとう。私本当に頭が悪いんですよ。私は頭が悪いので、はい、いちごの気まずい虫の相手誰になるの。カスミンだったとこよね。カスミン、でもユーナンはリサコのとこに入ったから。でもさ、でも結局さ、あの4人はどうなんだろうね。サッチーが東京公演の時にそこのポジションをやったことがあるはずだから、サッチーかなとか思ってるけど、どうなのかな。知ってる？なんだって。アーケジさん、ありがとう。私頭が悪いから本当にやってしまうことを発表していくの。むくみをね、むくみのキレートレモン、むくみに効くよみたいなキレートレモンがあって、朝早いさ日とか、いや買うんよこれを。で、私これ本当 に味が本当に飲めないの、苦手で。それ分かってんのに買っちゃうの。だけど本当にこんぐらいだけ、こんだけ飲んでほもう飲めないっていうのが2本ある。もう本当にやばい。もうやめてください。ガスコー。青木地さん、結婚してできません。それ聞くの、え、わかんない、聞いてるかわかんない、気持ちの問題みたいな。飲むよく。そう、だこういうのが家中にいっぱいあるから、もう怖い。もうさすがにそろそろ学んどし、これがもう私は苦手な味だっていうこと。でも本当にちょっと苦手な味してて、だから聞くのかもしれないけど、普通のと味、なんかちょっと苦い、めっちゃちょっと苦い、ちょっととってもってどういうこと。飲んでみようかな。私いいのなら飲む。さやかりんさんよく飲んでる。あ、そうなの。マイキューさんがリニアの話してる。あ、そうなの。でももうむくんでるなって思ったら飲むしかないじゃん。カスミンとの思い出、いや、なんか私前の僕隊でも言ったんですけど、カスミンとやっぱビジネス不仲してて、特にないとか言ったらやばいんだけど、でもカスミン、そう、その前回の僕隊のそう MC がなんか2人でユニット終わりのところが2人でね MC だったんだけど、そう、そこでそうカスミンってめっちゃメイクが薄いから、私がよくもう早くしなよって怒ってるって話をしたのよ。で今日も MC で今日もカスミンメイクが薄かったみたいな話してて、おもろかった。おもろでした。しんさん、ありがとう。こんばんは。さやかりんさんが聞くって言って、あ、じゃあそれは聞きますもん。はい、聞かないわけがないです。本当に困っちゃいますよ。リキネさん、ありがとう。普通のやつの方がさ味違うんかな。坂井さん、ありがとう。そっか、あ、今日会いに行ったんか、東京の方ね。
最初で最後になったね、ビジネス不仲 MC。 そうそうだよ。ドゥイさん、アキジさん、ありがとう。キュン、かわいい、ありがとう。ピースチャンネル、人生ホコンチさん、ありがとう。カスミ、自分のメイク道具持ってない。うん、人に借りたりとかひーちゃんにやってもらったりしてるイメージ。そう、カスミンというな。マイペース気味ですね、みんな。お腹がいっぱいだよ、私は。私はお腹がいっぱいです。ナーミョンとご飯食べたからね。今日そう、美容師さんいなかったから、カスミン自力。こんばんは。高野桜坂さん見た？多分その時間はカスミンを見に行ってる。こってやっほー。船野さん、ありがとう。かすみんとお出かけした。あ、お出かけしてない。ナーミョンとお出かけした。四角くさん、ありがとう。何食べたの？アレスさん、ありがとう。キムチ鍋と、なんか鶏皮の唐揚げみたいなやつ。ルースさん、ありがとう。食べた。あと何か食べたかな。あとコーラ飲みました。あと何だろう、特にない。なんか食べたか、食べてないか。あとあのセブンのスムージーを飲んだ。あ、もう飲み終わったっけ。自分飲み終わった。夜食でラーメンとドーナツ、カロリー高いね。トンさん、結婚して。ちょっとできない契約よ。いちごちゃんサイリウム持っていって。いや、いちごちゃんさ、サイリウムさ持ってき忘れたけ、さあのルイボスティーのさペットボトル持っとったよ。それとあのミューポンが持ってたレモンティーのペットボトルこう振ってた。さっきのいちごちゃんの髪の長さかすみぐらい。いや、もっと短かった。多分もっと短かったよ。こんぐらいだった。しかもなんかボブとかじゃなくて、なんかショートが伸びたって感じちょっと。こんばんは。あのハンデミタイトルごちゃごちゃすごいじゃん。急な公衆便。今日のかすみんの思い出が暴露話。死ぬかすみんの寝相悪い話。ノアミョンと爆笑した。みんな爆笑だった。今日はね、見学しに行ったんだけど、ナーミョンとユイナとミューポンだけ。まあ、ひーちゃんはね、その東京のあれに出てたからいなかったけどって感じ。鶏皮の唐揚げ食べた。美味しかったけど、なんか塩がなくて塩もらって自分でいっぱいかけた。キムチ鍋の締めは何したの？え、何もしてない。そのまま放置。あ、でもお米食べたよ、お米。白ご飯。こんばんは。そうだよ、みんな、ひーちゃんそういうとこあるから。今日は公園に見に行っていました。あ、一緒ですね。奇遇ですね。私と一緒ですね。アンコール、アンコールのね、発動しようかなって、結構。みんなで悩んだんだけど、ナーミョンとユイナとミューポンと行く行く行くとか言ったけど、行きませんでした。アンコール発動しませんでした。アウエさん、ありがとう。そう、カスミンのコールめっちゃもうバカデカボイスでしたよ。なんかそう、なんかちゃんと超絶可愛いとかもやったし、ミューポンとかは分からんけジャージャーだけ言ってた。そう、全員行ったりましたわ。おじいや、で私はお米をぶち込んでチーズとかを入れるのが好き。鍋の最後、お鍋の最後。こんばんは。そう、ミューポンジャージャーだけ。私はもう全部トラヒーもちゃんとやりました。ヒドセインヒドタペトリジョーキョーチャーペーアベカラキナスキミュホンツスキーって感じ。ああ、そこ？そう、公園見に行ったよ。今日は謎のオーラを感じたので、ジョーちゃん私来て。な、配信にさ、私たちの声乗ってなかったんかな。マジバカでかかったんよ。とんでもない声を出したんよ。しかもなんかユイナがめっちゃ声でかくて、めっちゃ大きい声で。カスミーとか言ったけどね。チーズ入れてパセリをかけたりとと、パセリをかけんかったりとっじゃないの。いちご鍋絶対美味しくないからやめてください。そう、ミューポンと。
がポンポン、ポンポンは今日ね学校に行ってきたんだって。大変だよね。試験です。嘘です。私だけ完璧なミックスをかましてきました。しずきさんありがとう。卵溶いてネギ、全部いいな。鍋の締めいいよ。でもなんかその食べたお鍋がめっちゃ味濃くて、もう塩分過多って感じ。こんばんは。そうめっちゃ喉痛いもん。つーさんありがとう。もう私レベルのねになるとね、そう喉が最強なんです。富士急の話さ、そうね、ヒーちゃんとして行きたいねって言っとんのよね。やっほー。ユニアンから聞いた、今日の3期生の絆が素敵すぎる。なんだ、いちご鍋は大量に砂糖をぶち込んで煮詰めれば、それいちごジャムなんよ、ただの。OKP さんありがとう。 P さんありがとう。でも多分だけど、あの誰よりも一番声張ってた、私たち4人が。かーすみんつって、そう、あの頃はかすみんコールで聞こえてたの。ゆいな、みんなしてたよ、あのかすみんコール。なんか私はちょっと遊び出して、結構いろんな声でかすみんコールした。かーすみん、かーすみんとかもしたし、かーすみんみたいなのもしたいろんな人物になりきってきた。今日配信のおしめに24時間私のことを考えて言われたので、自分が考えていく時間がゼロ秒になりました。あら、でも24時間超えたらそのもう解き放たれてしまうってことだよ。青木地さんありがとう。そうで公演の感想を書かなきゃ。そう、いちごは乗れませんから。こんばんは。山梨県ね、クレさんも、あ、やばい、富士急に行きたいって言ってる噂を聞いた。富士急行きたいね。でもみんなで行きたいですよ。でもめっちゃ遠いからね、ちょっと大変。ウニとハヤビを具にした、どういうこと。青森県変わってますね。青森県かすみんもした、あ、かすみんってこと。うん、したした。こんばんは。神手席だった。お、素晴らしい。大地さんありがとう。超絶可愛いかすみん。北沢さんはね、あの富士急をやっぱり地元として案内するだけでいいんですよ。みんながジェットコースター乗った間は、私いつもメリーゴーランドとか乗って楽しんでるよ。こんばんは。北沢くん、あ、北沢くんの声、ゴースミーンって言って、みんないろんな声でコールした。富士山乗ってね、やだよ。今日の髪の感じ良い。やった。今日なんか本当下ろしてたんだけど、なんか最近髪がさめっちゃモサモサしててさ、なんか今日は縛りました。途中で縛った。しんさんありがとう。ウニがイチゴに見える、やだ、嫌です、嫌です。だからあのラジオだよね、いちごさんとマイキューさんのコメント気になる。楽しみにしーとこっと。こんばんは。サイさんありがとう。でも嬉しいよね、自分の地元でSTMの曲が流れるということで。いや、なんかこの前山梨帰ってる時、お店とかのでなんか流れてたから、ああいうのもさ動画撮ったんですよそう、マーミャもね来たよん。ステージからあ、そういうこと、みんながやっとるところってこと。やっはー。今日のいちごちゃんなんだろうね。髪縛って黒いからかな、服がどんな理由。ジェットコースターと戦慄迷宮はどっち行く。どっちも行かないよ。どっちも乗らないですか普通に。今日のアイライン好きかも。本当、こちらです。もう取れてきてるけど、こちらですでも今日さ時間なくてめっちゃスッってやった適当です。いちごジャムフォンデュー、チョコフォンデュみたいな感じで、かわいい。やった。高輪さんありがとう。こんばんは。こんばんは。急なリセットし、今日は彼
女はいないのね。彼女だって誰だよ。カッピーやっほー。いいな、いいな、いる？いないわ。お疲れんか。今日は恋法、恋法勝ったんですか。いちごだよ。アイランの聞き方なんで気づくの偉い、偉い、素晴らしい。アイラインえ、やっぱさ、みんな富士急の楽しみ方を知らんな。やっぱダメやわ、ダメだわ。やっぱさ、山梨県民のいちごちゃんが教えてあげるよ、みんなに富士急の楽しみ方。富士急はまず入園無料だからとりあえず入るんですよ、勝手に侵入して。富士急ってめっちゃいちご飴とかりんご飴とかなんか何でもあるの、タピオカとか食べ物屋さんが。だからまずそこに行って、あの原宿みたいな感じだから、ほぼほぼ原宿を楽しんで、そう、その後にメリーゴーランドで愉快にこうへみたいなもうするんよ。わかる、あれなんかご飯食べに行ってるイメージ、富士急は。そんな感じ。行きません。こんばんは、お疲れ様、お疲れ様。あと写真撮ったりとかね、時間の時間。あ、ブロック、あブロック、あふん。カズさん、お疲れ、ありがとう。リュウキキンさん、結婚して、無理。そうだよ、今日僕と行ってたよん。犬かきで、なんだ、あのプールがなんちゃらみたいな。そう、入園無料で、ワンちゃんとかも連れて入れるから、ワンちゃん飼ってる人は、まあ、マカロン連れてじゃない、うちだったらマカロン連れて、なんかマカロンと、あの犬と観覧車とメリーゴーランド一緒に乗れたはず。あとあれも乗れたか、コーヒーカップみたいな、あれも乗れるはずだから、ワンワン飼ってたらいいと思う。でもね、あの高崎彩子さんとかがね、富士急でやられとったけ、いい、あのバスツアーみたいなやつ。それ原宿なのでね、うん、いやーちょっとお金かかりますよ。富士急マカロン入れるよ、松太郎さん結婚して NG ね。エヴァンゲリオンコラボしてたけどもうないはず、あれは。なんかあったよね。スーさん結婚して、マツさん結婚して、ちょっと今日結婚して多発してるな。 NG チャンネル、ちょっと契約違反です。富士急入園無料だよ。ローストビーフ丼食べた。そう、そういうなんか美味しい食べ物がいっぱいあるからね、それがいいと思う。で、なおかじさんありがとう。そうそう、あと富士急は、あ、今もうないんだっけな、今はもうない気がするけど、最近まではその欅坂さんと日向坂さんがライブやっとったけ、その木とかが植えてあったよね。もう植えてないんかな。あとなんかスケートリングとかもなくなったんかな。スケートとかもできたんよ、冬はできて。夏はなんかボートみたいなところがあったんだけど、なんかそこがなんか広場みたいになってた気がする。最近何食べるって、優しいね。わきまさんありがとう。そう、山下ラジオでね、おやす愛の重さ流れるんだって。パッタよ君の気持ちせよって見てしいた心がしび、愛の重さ春みたいな変わったよ君の気持ちしいた心がしびれるくらいなんか。こんばんは、こんばんは。でも絶景塗る人はいっぱい乗ったらいいと思う、楽しいから。きっとその人たちには楽しいのがいっぱいあるから、それ乗ったらいいと思う。あとなんだろうね、富士急は。まあでも普通にさ、遊園地とかって楽しいから大丈夫だよ。タフ一切どういうこと。一見結構広くて、富士急広かった。え、富士急広いか。まあでも広いか。あとトーマスランド楽しいよ、トーマスランド。トーマスと写真撮ったりとかするの楽しいよ。山梨県の優勢でも前のもそ結構な。え、やっぱ私もこの前山梨に帰った時になんか流れてたお店で、あ、流れてるってなった。
龍騎さん、カズさん、ありがとう。わかんない、スケートリングなんか広場に乗ってた、山なんかなってた。トーマスランドの方かな、なんか雪とかめっちゃ人工雪みたいなの降らしてたりとか。カズさん、ナオさん、ありがとう。ラフジキは楽しいでしょ。ナルトはあるよ。ナルトはね、まだ全然ある。ナルトもね、ナルトもなんか普通に楽しめそうな感じだったから行ってみたいよね。わかんない、スケートリンクなくなった説がある。静岡県側の遊園地ということ手遅れた。やっほー。通勤好きなところ心がしびれ、心がしびれ、しびれるくらい。いてぇ、僕尻の感想で16年ミックス入れると思ってた。入れないよ、入れないよ。なゆかりさん、デイさん、ありがとう。そうだから写真撮ったりとかも楽しいと思うし、あとね、富士飛行車っていうアトラクションはね、ギリ乗れるんよ。なんか映像、なんか椅子に座って映像でこう結構飛んでる、空飛んでるみたいな映像が流れるやつがめっちゃ怖いんだけど、普通に高所恐怖症だから足もパタパタして、マジちょっとそんな怖いんだけど、あれはギリ乗れる、まだ室内だから。だから私が乗れる 最悪なラインは富士飛行車。観覧車もまあギリギリって感じ。富士急の観覧車もでも風強かったらちょっと怖いよな。そう、プールとスケートリングだったとか、プールっていうかあのなんかボートみたいな。自分のプランで楽しむよ、ほんと。長井さん、ありがとう。エカテリーナ、エカテリーナ2世さん、うんうん。スケートリングないよね。私なんか、私の学校さ、なんかスキー教室とかあるじゃん、普通の学校。スケート教室だったよね。今日も一番可愛いです、やったスケートできるよ、だから授業でやってた。チェチェさん、結婚してだから契約違反なんだってそう、映像から風が吹いたりとかするやつがあるの、富士飛行車って。リチャーさん、ありがとう。観覧車乗れる、観覧車はまあギリでも怖い、普通にちょっと震えながら乗るけど乗れるっちゃ乗れる。なんか空中ブランコとかも一回乗ったことあるけどマジで怖かったから、もうちょっと怖くて乗れない。怖いよあそこ。イッチーさん、ありがとう、こんばんは。イナバウアスペルの得意、手任せプリンス、ありがとう。わかる、冬場の富士駅はほんまに寒いよね。なんか普通に山の方だから寒いよね、富士吉田の方やけ。あ、たまに電波が通じないスキー教室、わかんない、スキー教室のイメージ。なんか基本観覧車、観覧車はね、でも観覧車はそのどっちかに座るとかやめてほしい、怖いから。あ、バイキングでも乗ったことあるよ、こういうやつでしょ、こういうやつでしょ、船とかのやつでしょ。桑田さん、ありがとう。やっほー。リタさん、ありがとう。まずやる、あの閉館したの。なんかそのこういう船に乗るやつもなんか昔あったよ、富士急に。今ないけど、なんだったかなあれ、え、ハム太郎かな、わかんない、なんだったっけな、なんかあって、富士急のその船のやつが小学生ぐらいの時にあったんよ。友達と乗った、めっちゃ怖かった。小5とかだったかな、めっちゃ怖くて。そう、なんかもう怖かった。スキーもスケートもなかった。あ、そうなんだ。え、じゃあ何してたの。スーさん、ありがとう。 UFO みたいなやつ、あの飛んでみーなみたいな。イキピさん、ヒラさん、ありがとう。スキーもスケートもない、プールとかでも冬なのかな、あれって。グレートチャーバン、え、でも水系は乗れる、あのなんだっけ、流しマスカは乗れる、ちょっと怖いけど。ブランコは全然乗れるよ、普通のブランコは乗れるけど、こうあの回転するやつか。イッチ、結婚して、うん、契約違反できないよ。そう、スケートスタイル死ぬだから観覧車はもうバランスよく乗ってほしい。エキピさん、ありがとうね。風が吹いてなくて、そう、そういう時じゃないと思う。リュウキさん、ありがとう。
なのでみんな藤木行ってみてね。今気づいたけど1月のツーショットまだ載せてない。そうだよ、なんかひーちゃんは固定にしてるのを見たけど、なんかわしは載せてくれないんだって思って時間時期関係ないスポーツくらいしかなかった。あ、そうなんだ。なんだったんだろうじゃああれでもスケートしてたんよね。やっぱ地域差なのかな。マラソン、私マラソンやったことないよ授業で。ごめんなさい、死ぬ、ごめんなさい、ごめんなさい。ハートしなかったから。違うよ、ハートしなかったのはやっぱりあのやっぱりちょっとやっぱね、そのそういうことなんだよどういうこと、やっぱりあのそういうことをしてもやっぱそのぐらいの仲良しだよってこと。2人対1人ってことだからみんなで富士急行きたいよね。でもさ、広島から富士急とかちょっと遠いですよね。泊まるところはまあ私のところにね泊まったらいいよみんなね。だけど遠いからね。四角かけさんありがとう、ゼロトピさんありがとう。やばすぎる、もうあだ名ついてんのおもろい。ゼロトピさん、あんきじさんありがとう。ね、カスミンとかもみんなで行きたい。カスミンなんかふっかるのイメージだから来てくれそう。いつ呼んでもいつ呼んでも来てくれるはずカスミン高校生か。学生組はねちょっと難しそうだけど、その大人たちは大丈夫そう。3期全員泊まれるよ全然。3期全員泊まれる、うん泊まれる。ツーショット話す時間めっちゃ短かった。え、ツーショットってさ、いつもさ写真撮った後にちょっと話す時間がさあるじゃんか。なんかあれかな、あの写真を撮ってる時間も含まれとるんかねあれって。やっぱえ、そうなんよ、スパークのやつね川崎開催になったからね。山の格好で開催してほしい、またあらありがとう。広島から富士急までバスツアー遠すぎて死んでしまいそう。めっちゃ遠いよ絶対。同じぐらいだと思った、同じぐらいだった。え、あ含まれてるんだ、ここの時間も。え、クルさんだ、これ配信始めた。縁日楽しい、ほんと縁日もさ言うて割かしすぐじゃんね。そんなに後ではないから楽しみです。タケコプターか、そうか、タケコプターちょっと空飛ぶから怖いから無理、ちょっと交渉 NG でして、すいませんドラえもん NG です。私はあれがいい、どこでもドアがいい。どこでもドアてってでー、どこでもドア。あーそうなんだ、写真撮ってる時間も入るね。じゃあスタッフさんのこのピーとか、うん、あれによるね。そう、今回のツーショット立ちですから。バス多分10時間、はい無理です、ありがとうございました。かなえさんへとの初めてかもって言われた。へえそうなんだ。タケコプター壊れやすい、やだやだ、あれがいい、あのテテリーテテリーって感じ。ちょっとなんだっけ今言ってたのにさ分かんなくない、どこでもだ。でもお話し会はちょっと長かったと思うけどね、いつもより長かったかなと思ったけど、お話し会のあれは長さはなんかツーショットは変わらんのかね、わかんないけど、でもゆったりとお話しできるって言ってるもんねピントが合いにくいスマホにする。こんばんこんばんは。逆にね、あのお話し会が座りだから珍しいよね。いちごといつもこれくらいだよって言ったらあは死ぬ。そうなの、でもいちごとそれくらい取らなかったもんね何秒かは分からんけど、取り調べ面会やばい、なんかあれだった、めっちゃ面会を感じた。私も劇場版だと故障する、剥がしにくい。こんばんは。やばい、も
57分だじゃああとちょっと58分になったらランキング読みます。こんばんは。マジでお腹いっぱい、ラーメンとご飯食べたから。あ、なんかいっぱいだ。今日クアトロでイチゴを見つけました。あ、もうめっちゃもう目合いましたもんね。うん目合いましたもんね。お酒こっそり割れただけで、うん、終わりました。なんかもうさうん、それは面白いもん。こんばんは。取り調べ、そうだよ、ガチ取り調べ。あ、58分か。じゃあそろそろランキング読んじゃうかなみたいな感じですよ。ランキング読みますよ。15位か読もうと思います。違いがくまさん、14位すーさん、13位なるかりさん、12位るいさん、11位ゆきひろさん、10位りきぬさん、9位とんさん、8位ルーズさん、7位ひろさん、6位ふなおさん、5位りちゃさん、4位なおさん、3位けぴすさん、2位ワンタンさん、1位よしこくくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。中健さん、ありがとう。音符音符ありがとう。のぶさん、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそありがとうございました。今日はね、かすみんの僕対声を見に行った一日でした。でその後にみょんみょんとご飯にお出かけして、そんな一日でした。また明日、明日はね、明日もね予定あるからね、頑張ります。明日は5時朝の、なんでおやすみおやすみ、また会いましょう。 X もね投稿したのでよかったら見てね。あとは何かあるかな、特にないです。おやすみ、ありがとう、バイバーイ。おやすみ、おやすみなさい。え、ぐんない、またねまたね、バイバーイ、バイバーイ、またね、おやすみおやすみ、バイバイ、おやすみ。なんかライト黒い服着てるからか、バイバイ、おやすみ、バイバイ。バイバイ。お店の中なった。